Link start! それはこっちのセリフだ。 苦しめたフロアボスか。なぜここに。なんとか参ったと思ったんだけど、やるしかないか。なあ、そこの君、ここではこんなモンスターが出るのか。あんたたちのようなならず者と話す気はないわ。あんたたち、何か勘違いしてないか。 75素より、パラメーターが弱く設定されているな。だが、安易に逃がしてくれるような相手ではないし。そこの君、少しは戦えるんだろう。何を。こいつを倒すまで一時休戦しないか。なんで私があんたなんかと。こいつのカマは俺が受け止める。君はサイドから攻撃してくれ。 私をかばうの、後ろから切りかかられるかもしれないのに。君に襲われる心当たりは全くないんだけどな。でも君は生き残りたいんだろう。それならこいつを倒すしかない。ついでに言うと、俺も死にたくない。分かった。今だけ協力してあげる。 サンキュー。よし、行くぞ。
初めて見た。75層のボスに似ていた。フロアボスがなんでこんなところに。さあな。でも、ステータスはだいぶ弱くなっていた。同じステータスだったら、とても二人じゃ勝てなかったよ。で、俺としては、できればしたくないんだけど。その、やっぱり君と戦わなきゃいけないのか。俺が何かしてたら謝る。本当に、あいつらの仲間じゃないの。あいつらって、誰のことだよ。どうやら、本当みたいね。でもあんた、見えてるんでしょ？ああ。オレンジだな。それを見て何とも思わない。なんで普通に話しかけてこられるの？気にはなっていたけど、まあ、それどころじゃなかったし。聞いたら答えてくれるのか？いいわ。私、人を殺したの。そういうこと。だから、私に関わらない方がいい。それじゃ、さよなら。さっきは助けてくれて、ありがとう。ちょっと待ってくれ。何？関わらない方がいいって言ったでしょ？それは分かった。ただ、もう一つだけ、聞きたいことがある。教えてくれ。ここは一体どこなんだ？ SAO の中、ということは間違いないだろうけど。わからない。私は1ヶ月前に、ここに飛ばされたんだけど、生き残るのに精一杯で、ほとんど探索できていないから。1ヶ月前？まさか、クリスタル向こうエリアか。あれ？使えるじゃないか。ここの階層は分からなくなっているけど、アイテムやメッセージは通常通り使える。電位結晶がないのなら、俺のをあげようか。いくつか持ってきているから。遠慮する。君は。フォローエリアデータ、アクセス制限が解除されました。なんだ今のは。あんた、それ。ん？その手に浮かんでいる文様は。いつの間にこんなものが。さっきまではなかったのに。さっきのアクセス制限がどうのっていうアナウンスと関係があるのか？あんた、一体何者？どういう意味だよ。それより、ここは一体どこ？あ、いや、ここは一体何なんだ？私も、よくは知らないけど。ねえ、その手、よく見せてくれない？え？一体何を？やっぱり同じ。同じって、何が？これと同じ文様がある場所を知ってる。そこに行けば、何かわかるかもしれないな。他に手がかりもないし、行ってみるよ。その、もし君が良ければだけど、そこへ連れて行ってくれないかな。別に構わない。でも、そんな簡単にオレンジ。いいえ、レッドを信じていいの。確かに、カーソルがオレンジってのは気になるけど、でも、スカルリーパーと戦った時だって、協力してくれただろ。それは、そうだけど。SAO の中で、一緒に命がけの戦いをしたんだ。それだけで十分信用に値するよ。俺はキリト。君は？フィリア。フィリアか。よろし、ん？あんたって、
よっぽどのお人よしか、よっぽどのバカよね。一応人を見る目はあるつもりなんだけどな。それは光栄と言うべきかしら。さ、案内するわ。
フィリア、このフィールドは一体何なんだ？階層も表示されないし。ここはホローエリアと呼ばれているらしいわ。ホローエリア？あんたはどうやってここに来たのか覚えている？ダンジョン探索中、光に包まれたと思ったら突然このフィールドに転送されたんだ。回廊結晶のコリドーに似ていた気がする。突然転送されたか。だったら私とほとんど同じ。ただ違うのはその手に浮かんでいる文様。フィリアにはないんだな。ええ、というかここでそんな文様があるプレイヤーなんて見たことない。え？ここにはフィリア以外にもプレイヤーがいるのか？ええ、でも少しおかしなところがあるというか。おかしなところ？説明が難しいの。実際に会って確かめた方がいい。わかった、そうしよう。で、俺たちが今向かっているのはどこなんだ？ほら、あそこに見えるでしょ？ああ、あの球体か。中…いいえ、入れないの。でも、あんたがいれば入れる気がする。その文様と同じものが描かれていたから。文様が浮かんできたのは、スカルリーパーを倒したことがきっかけのようだけど。でも、私には文様が出なかった。あんたの取っているスキルに関係があるんじゃない？こんなことが起きるスキルなんて聞いたことがないぞ。規定の時間に達しました。これより適性テストを開始します。いきなり何？なんだこのアナウンスは。規定の時間？適性テスト？おいフィリア、これは一体何だ？私に聞かれても困る。適性テストとか言ってたよな。私も確かにそう聞こえた。なんだか知らないけど面白いじゃないか。ここを突破してテストに合格すればいいんだろ。あんた、こんな時によくそんな前向きになれるわね。この状況でテストとやらを回避できると思うか？それに未知のフィールドにはやっぱりワクワクしちゃうんだよな。どうやらお人よしじゃなくてバカの方だったみたい。私はずっと悩んでいたのに。なんか言ったか？なんでも。とはいえ俺はこのエリアについて何の情報も持っていない。フィリア、とりあえず周辺エリアで今まで戦った敵のデータを全部くれないか。それと状態異常やトラップなんかの傾向も。分かったから、一度にいろいろ聞かないで分かんなくなる。
しよろしく。行くよ。
しよろしく。ナイス。わかった。行くぞ。
し、クラアイス、はっ、ターン、私の最高ターン、クラアイス、一緒に攻撃だよ。ナイス、かかった、レベルアップしたわ。確認しました。承認フェーズを終了します。ん？承認フェーズ？また出た、このアナウンス。ねえ、どうしたの？あ、いや、ごめん。ちょっと考えてたんだ。何を？ホローエリアのことをさ。テストだとか、承認フェーズだとか、気になる単語が出てきたから。ふーん、それで何か分かった？いや、いくつかの仮説はあるけど、どれも決め手に欠けているから、もう少し情報を集めてみないと。そう。なんだよ、不満そうな顔をして。だって私がずっと調べてても分からなかったのにさ。ここに来て数時間のあんたが謎を解いちゃったら悔しいに決まってるでしょ。いや、あの、まだ解いたわけじゃないけど。ああ、これじゃあトレジャーハンターの名が廃るわ。トレジャーハンター？まあ自称だけど、 SAO には職業ってないし、モンスターと戦ったりクエストクリアしたりするより、ダンジョンに潜ってお宝を見つける方が私には向いてると思ってるから。それが生き残るために重要なアイテムであること多いしね。だからトレジャーハンターになることにしたの。そうか。でも危険じゃないか？ソロでの戦闘はただでさえきついのに。大丈夫よ。トラップ対策から索敵スキルはマスタークラスだから。それはすごいな。特に得意なのは鍵開けスキル。私に開けられない宝箱はないね。どんな強いモンスターが守っている宝箱でも隠蔽スキルで気づかれずに開ける自信があるわ。へえ、頼もしいな。機会があったら見せてくれるか？まあ、いつまであんたと一緒にいるかわからないけど、その時が来たら期待していいわ。さーてと、ちょっと順番が変わったけど、この先に例の転送装置があるわ。ここを抜けると。確かに、この文様と同じだ。ね、見間違いじゃないでしょ？ここが、ねえ、試してくれる？わかった。これでいいか？多分。ほら、文様が光ってる。どうやら、フィリアの考えが当たっていたみたいだ。さすが、トレジャーハンターだな。私も球体の中に何があるのか知らないんだけど、きっとこの先にはホローエリアの
秘密があると思う。ああ、見るからに怪しそうだしな。俺もそう思う。ねえ、私も行っていい？当たり前だろ、一緒に行こう。これって転移紋かも。ちょっと見た目が違うけど。間違いないな。よかったな、フィリア。ここから出られるぞ。出られるか。よかったね。どうしたんだ、フィリア。あんまり嬉しそうじゃないな。そう見える？フィリアは一緒には行かないのか？一緒には行かないから。あんたは帰りなよ。だから、ここでさよなら。あんたと一緒で、結構楽しかった。そうか。わかった。とりあえず戻るよ。でも、アクティベートすれば大丈夫だろうし、またすぐこっちに来るよ。俺は、このホローエリアに興味があるんだ。ここにはまだ謎が多い。ボスクラスの強力な敵がフィールドを徘徊しているのも不思議だし、途中見かけたモンスターも特殊なものだった。本来であればどこからでも見えるはずの迷宮苦闘が見当たらないのも不思議だ。そう、不思議だよね。それにこれだけ特殊な場所なら、新しい武具や強力なスキルが見つかってもおかしくないからな。その気持ち、なんとなくわかるかな。もし来ることがあったら、私にメッセージをちょうだい。ここに来るようにするから。この紋章がなくても管理区に出入りできるのか？へえ、ここ管理区って言うんだ。試してみたけど、一度開通したら通るだけはできるみたい。わかった。じゃあ来るときは連絡するよ。期待しないで待ってる。またな。気をつけろよ。
刀か。転移。システムエラーです。フォローエリアからは転移できません。私って何なんだろう。